最後の発表者は新地壮さん。タイトルは嵐が教えてくれたことです。 Our last speaker in the second year group is 新地壮。 The title of her speech is The Things 嵐 Taught Me。1999年9月15日、ハワイで世の中に注目された5人の少年がヨットに乗って初めて登場しました。 You are my so so の歌詞をもう19年歌い続けてきました。彼らは今でも人気な日本アイドルグループ嵐。今年はデビューしてから20年になります。でも最近嵐は2020年12月31日で活動を休止することにしました。去年から今年の20周年を楽しみにしていた私はショックで、その後2、3日泣いてばかりでした。私、嵐に好きになったからの時間は短くて、まだ彼らの素晴らしさを一部しか知らないんですけど、嵐が私に伝えてくれたスピリットを皆さんに知ってほしいです。嵐は日本で有名なアイドル会社ジャニス事務所に所属します。海外デビューは初めてのことでしたから、すごい人気になりました。でもそれから真っ暗な4年が来ました。やれどもやれども、仕事もうまくいってるというとそうでもない。嵐の櫻井翔さんは15年目の告白でこう言いました。カチュンという後輩グループはまだデビューしていなかったのに、人気はもう嵐以上になりました。それに2002年、嵐のメンバーの相葉雅紀さんは気胸で入院しました。気胸は肺の病気です。活動も中断して再開できるかどうかは分かりませんでした。まるで人生の一番下にいるみたいでした。でも奇跡が起こりました。2007年のアジアツアーが成功して、2008年初めて国立でコンサートを開きました。2009年から連続で紅白歌合戦に出場しました。どんどん芸能界でトップになっていきました。こんな V字が成長したアイドルは珍しかったです。じゃあどうして彼らはそんな人気になりましたか？最初思ったのはプロ意識でした。これは私が嵐から習ったことの一つ目です。毎回のコンサートにはテーマがあります。でも他の人からデザインをしてもらえるのではなくて、メンバーの松本潤さんがやります。ストイックな彼はステージについて厳しい態度を持っています。曲の順番、流れ、舞台の効果などを一つずつチェックするだけではなく、いろんな角度のお客様の席でステージを見ることさえあります。上のお客さんの見る感想も大事なことという気持ちを持っていて、この仕事をするのが彼の断りでしょう。私もどんな小さいことでも真剣に取り組むようになりました。それから2つ目はいつも全力でいることです。彼らはどんな辛い時でもファンの前で最高のパフォーマンスをします。2014年ハワイライブで嵐の二宮和也さんは腰を怪我してしまいました。全然動かない状況でした。でもファンのために笑ってライブを続けていました。今あるものをちゃんとやる、そういう気持ちを持っています。私も勉強などで難しいプロジェクトがあるときも全力で頑張ろうと思いました。それにもっと大切なものは、成功した後も丁寧な態度でいることです。何年経ってもドームでどのくらいのコンサートをやっても、ファンの数がどんな増えても最高のパフォーマンスを見せてくれました。多分一度失敗したことがあるので、ステージでパフォーマンスをするのが簡単なことじゃないと分かるようになったでしょう。これが彼らにしかない魅力だと思います。私も成功しても謙虚に努力を続けようと思いました。だから夢が叶ってよかったです。2004年24時間テレビでト
りたいって夢、絶対に叶うねという言葉を言いました。一緒に泣いたこともいい思い出になりました。諦めなかったのは良かったです。辛くでも頑張った姿はとてもかっこよかったです。もし5人の1人が辞めたなら、嵐はもう嵐じゃないんだ。だから本当の九死も同じでした。嵐の場合はここから1を引くと0になってしまうので、4人で続けるのではなく休止することにしました。嵐に好きになってよかったです。アイドルより人生の先生みたいな存在です。見てる私も頑張らないとダメだという気持ちを感じました。生活の中には失敗することはいっぱいあります。ハリソン校にいるとき、彼らのコンサートを見て、彼らの歌を聴いて、彼らの足取りに従います。人生死ぬこと以外かすり傷、相葉さんはそう言いました。だからもっと自分に挑戦したい、もっと世界を見たい。勝つという曲のあるように、 1,2,3 でさあ前を向け、常識なんで吹き飛ばせ、欲求を持って前に進むしかないんです。嵐が2020年休止する後もこの気持ちを胸に込めて頑張りたいと思います。それで私のスピーチが終わりました。ありがとうございました。